2022年4月2日の日刊生放送が、もうすぐ始まります。5時の時報が鳴りますか。ということで、まだ鳴らないのかな。うちの走る時計はちょっと癖がありまして、長い針ですね、分針が真上を向いたところから2、30秒越したところで鳴るんですね。で、たまさか鳴らないことがあって、それはですね、ゼンマイが切れてる時ですね。ゼンマイが2つありますので、どっちかのゼンマイが時報、ボンのためのゼンマイで、そっちが中心の、あれ、なんかならないんか、なんか本当にならないみたいだね。いやー大変だ。ということは最後の30分のボンもならないということは、ボンが喋る、鳴るまで喋ってもいいということが、もしルールであるとすれば、いくらでも喋り放題。これは冗談です。そういうルールはないんですよ。本当はね、5時から5時25分までっていうのがね、ルールなんですけども、全然それを守らないで、大体半になっちゃうんですね。で、それでもまあ、半にボンが鳴るじゃないですか。それまでに終われば、まあ OK かな。ところが、このところね、ボンを超えてから、また1分ぐらいね。というようなことでね。だけど、まあ大幅に、昔はね、結構ね、長く喋ったことがあって、まあ最初の10回ぐらいまでね、最長1時間ぐらいの番組があったんじゃないかな。でですね、こういう、こう、無駄話を冒頭にやると、後ろの方が詰めてきてですね、結局はみ出しちゃうっていうことになるわけでね。でもなんかこう、私の心理としては、いろいろ喋っとかないと、25分を満たすことができないって、そういうこの気分ですね。気分。よくわからないテストを出されてね、とにかくなんて、書いとかなきゃ、記述式のところね、もう闇雲に自分で全然わからない文章を書くとそういう感じですね、この霊部のこの辺りね。そして第1部に入っていくわけなんですけども、昨日その川と川が立体交差になってるって話がね、ちょっと面白い話だし、気になったものですから、ネット上の地図で調べてみたわけですよ。そうするとこのマピオンが出してる地図がこういうね、マピオンの地図ね、これは立体交差を非常に正しく表示してくれてるわけですね。ご覧いただけましてるでしょうか。こういうなんかね、広告がいろいろ、ここについて報告するのがもうこれいらないって言っても、これね、これペケ印ってこうですね、あの板だから、昨日ね私書いてるのね、ちょっと間違ってるわけですね。これ牧尾大橋って読むのかな、木偏に誠っていう字の難しい字、今の難しい字、真理の真という表記もありますね。それに尾っぽので大橋。これはですね、こっちの道、普通の道路ですね。人が通る方の道についてるのが、これが牧尾大橋であって、ここですね。こっちは新西川橋。あ、これはここか。道路が通るところか。これじゃなくってね、ここの名前はね、西川水路橋ってわけだ。西川水路橋。
で、この川は流れてどこどこ行くの？昨日触れたんですが、この川の名前がね、西川と新川、どっちが西川でどっちが新川だ？こっちが西川ですかね。で、これ地図ではっきりと水路橋って名前もついてますし、このビジュアルとしてもね、こう、新川の上に立体交差に西川が走ってる。ね、ここが関が切ってあって、ここが混じってないですよ。で、まあ、開けれることができるんかな。どっちが多かった、水が多すぎたりした時に流すことができるとか、そういうことでしょうかね。だから、昨日ね、牧尾大橋、この水道路橋のことを牧尾大橋って書いたのはね、間違いなんですよ。訂正なんですよ。その訂正のために第一部をやってるわけでね。で、こっちの立体交差で、川の上を川が立体交差に流れてる、川が橋の上を流れてるのは、西川水路橋って言うんですね。西川清でもなく、西川ヘレンでもなく、西川水路橋でもなく。それでね、同じところを Google マップで見たらどうなるかって見ましたらね、大変興味深いことが分かりまして、こういうことなんですよ。皆さんお気づきでしょうか。こっちが西川ね。こう縦になってんのが。で、これが横が新川。東西に流れてるのが新川。ということですね。これ新潟市だから、西川はこう北へ上へ向かって流れているっていう形。で、これ見ると、Google マップで見ると、新川と、この西川がもうなんか混じり合っちゃってる。ね、どう？で、これ拡大してみたら、立体交差が出るかな？拡大してもね、出ないんですよね。その代わり、こう、史跡のマークがあって、西川、新川、立体交差。なんか、水の川の真ん中にこういう史跡があるというね、不思議な地図になってるわけですよ。で、これを航空写真で見ますと、これが現れてくると。だから、Google マップ、さすがにこんな細かいとこまでね、川と川の立体コースがあるなんて、ね、もう世界中カバーしてますからね、Google マップさんね。思いもよらなかったんでしょうか。もういろいろかなりオートマチックにね、処理してね、こういうふうに。こっち、航空写真見ると、これね、もっとね、近寄って、ってみますと西川新川立体交差、これをもっとねこうしてみるとこっちの西川の川の色がね、川の色そのままにこう通ってるっていうのが分かると。で、下も川ですから、こっちの色とこっちの色がほぼ同じだから、見方によってはスケルトンで後部動物はあるけど、こう橋の底がなくって向こうが見えてるみたいな感じでも、そうじゃなくて、この川がこう流れて、こっちの川とこの中を流れてるのは別ですよ。もっとこう近づくとどうなるかね。こうそうすると皆さんご存知の通りのことが起こるわけですね。あれ、ご存知の通りのことが起こんないじゃん。ビューが出るかと思った。あれ、ビューが出ないね。なんで出ないんだろう。さっきね、仕込みの準備の時はね、ビューが出たんですよ、ビューが。まあいいや、これでちょっと、これ 3D 表示にしたら、あ、この辺作ってんですね。だからこういうの作ってんのって、Google 社が作ってんだろうか。こんな新潟県の細かいとこまでね、作ってんですかね。それともこれの間に、あ、これね、あ、人が作ってるんじゃなくて、この歪み加減から見たら、オートマチックに起こしてるんですね。うちの家なんかもね、Google マップで航空写真にして、で 3D っていう表現してみるとね、立体になるんですけど、屋根の形がね、歪んでる、そういうことなんですね。それでだな。こっちにようやく向きまして、第1部はね、昨日の訂正を兼ねて、新潟市の新川と荒川の交わるところ、ね、立体橋の話パート2
だったわけですが、今日は今週は1982年の記事をずっとやっておりまして、そのラストデイですよ、ラストデイ。それで1982年に関してはもうずっとですね、オンリー12月19日年末号、そればっかり見ますっていう。昨日は週末に関するインタビューっていうね、非常に興味深い、記事があったのを、それをそのままね紹介した。今日もね、この週末ブームっていうのがこれまでに1980年代ぐらいにあって、それがトランプのがそうだったんですよね。がもう一つはその2000年に入る時ね、だから2000何年とか2010何年とか2020何年っていうのをね、我々は迎えるんだっていう、そういう意識の方がなんか乏しいぐらいの感覚がねあったかもしれないですね。世間的にもね、なんとなく2000、だからそれコンピューターなんかがすごく浸透する前で、コンピューターっていうのが非常に身の回りに入ってくるような時期で、なんかコンピューターの2000年問題って、あれはそのソフトの中に、その昔はそのメモリーの部分が小さいから、あの年号ですね、1999とか1998、それを処理するのに、そのちょっとでもこうスペースをこうね節約するために、1900をはしょってですね、97、98、99というふうに処理してたのが、2000年になったらどうするんだ、00っていうことになるのか、いかにもなんか不具合のことがね起きそうですよね。でこれはもちろんコンピューターのソフトを書いた人がどう処理したかによって決まってくるわけで、だからそのソフトを書いた人がやればですね処置すれば、2000年超える時にまあ非常になんていうかダメージ少なくできるでしょうけど、だから書いた人がもうどこの誰が書いてんこのソフトっていうね、だからソフトを書く人にとって、なんか汚いソフト、綺麗なソフト、汚いソフトってのはゴタ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 でいらんことが書いてあってね、綺麗なっていうことは洗練されたっていうか、できるだけ少ない文字数でねソフトが書いてあるんで、ソフトって言ったってもう我々の時代はもう素人でもディレイトとかね、英語でディレイトとかインサートとかね、そういうのをエディターに入れて、あるいはそのパソコンの画面に直接入れて、バッとこうねエンターキーを押したら何かが起こるっていうようなね、だからその前はもっと違うわけじゃん、人間語なんて分かんない、機械語しか分かんない、そういう時代からのエンジニアっていうのはね、もう最高の評価に値するねエンジニアの中のエンジニアで、もっと昔になってくるとハードの方もソフトの方ももう一体でね面倒見る、あ、そういう例え話誰かしてたな、それはね、なんかその聖書におけるクリーチャーみたいなね、でも滅多に現れないとかね、そういうこうそういう人に対する畏敬の念とユーモアっていうのを交えた文章をどっかで読んだのをふっと思い出してましたけど、何の話してるんだっけ。そう、あの82年の年末号で、昨日は週末特集っていうのをやったとね。で2000年問題っていうのが、だから2000年問題をクリアするために会社にですね、年末年始お家に帰ってね、年越しそば家族と一緒に食べて1日はお雑煮食べてね、のんびりと過ごすはずの日が、そういう部署ですね、コンピューターを持ってる会社の、まあ、責任者の人はね、もう会社に泊まり込んでですね、何か起きないか待ち受けるっていうことは、非常にこの何ていうか一般的な景色としてね、ああお宅もそうでしたか、うちもそうなんですよみたいなね、風物詩でもね、千年に一回の風物詩ですよね。2000年問題ね。
次は3000年問題なんですけど、もうね、メモリーの数がね、何キロバイト、何メガバイト、それから、何メガバイト、それからテラバイトとかってなってますから、もう2000年問題の時のような問題はね、起きないんですね。3000年問題はまさに一般世間から考えれば、人類そのものが生存してるのか、地球そのものが存在してるのかっていう問題になるし、クリスチャンの目から見ると、もうイエス・キリストの再臨っていうことが3000年っていうような時点までにもう起こってるのか、まだ起こってなくって、これからまだ3000年超えてから再臨なんだということになってるのか。まあそういうふうなね、感じですよね。でもまあね、もう科学とかいろんなことで起こってるものがもう煮詰まってきてるっていうかね。だから哲学大全っていう本をダイヤモンドで出版してる人がいて、古今東西の代表的な哲学者ね、どんな人でどんな業績かどんな内容かってギュッとエッセンスのようにね、それ読んだ時にもう20世紀に入ってきてからはその哲学者っていうものが活躍する余地がほとんどなくなった。だからまあその言語学の延長ぐらいのね感じ、認識論っていうことを哲学は扱うことができるわけであって、それ以前のような意味での哲学者っていうのはね、出てこないって、出てこれないっていうか、その必要がない。なぜかというと、その不思議なこと、世界のいろんなことを解き明かすのに、もう自然科学で驚くほどいろんなことがもう解き明かせる状況になったから、哲学者が出てくる必要がない、余地がない。ね。だから変人の人は、がいても哲学者にね、哲学を発表する余地もない、そういう時代なんだ。あの人名前なんだったかな、本棚探せばあると思いますけどね、哲学大全ね。そういうことでね、あの何の話だっけ、そう、もともとは82年のクリスチャン新聞タイムスリップで12月19日号ね、週末アンケート、週末アンケート、それをやった、クリスチャン新聞がまたやって、積極的にやって、今やったらね、もう暴挙っていうかね、バッシングされるまではいかないけど、まあ時代遅れっていうか、時代錯誤っていう感じになるでしょうね。もう時間がないから細かく言えませんけど、ちょっと考えをまとめることもできないし。それでね、まあ私が今感じたようなこととリンクさせて、それでその82年のクリスチャン新聞での説問の中でね、終末意識の違いで社会問題への関心にね、傾向の差があるか、これを問う質問っていうのをやってるわけですよ。そのね、説問がね、ラジカルというかね、なんていうか、第一つの一つがね、日本が第三次世界大戦のような戦争に巻き込まれたら、あなたはどうするのがいいという考え方ですか？それからね、ちょっと言うのははばかられますけど、日本の軍備について、だって、週末アンケートやって、その中で日本の軍備についてってね、第18問なんですよ、それが。で、最後の問いが第19問で、首相官僚等の靖国神社公式参拝についてどう思うか。だこれをこう、週末とか再臨とか景挙っていうことに引っ掛けて考えるっていうのがね、そのこと自体が、今あの NT ライトっていう人だとか、その人の景挙感とか、あるいは聖書全体の読み方ですね。大きいところで言えば、福音っていうのは死んでから天国に行ける。ね。で、景挙っていうことがあったら、その時にパーッと天に引き上げられる。そういうふうになれるように、イエス様をしっかり信じましょうね。今、苦しいこと、災難があったとしても、天国に行ける。その切符をしっかり手に入れましょう。そういうトーンのものだったのが、もっとその、神の国っていうか、神様が世界をして支配してらっしゃる、
そこに参加、参与する。ね。だから、もうこれは神様がもう勝ったんだ。ね、NT ライトさんなんかが説明してるのは、まあ、ローマ帝国なんかの時代にね、どっかとどっかが戦争して、勝った。で、当時はインターネットとかそんなのもないし、飛脚とかね、馬とかでね、どっちの勝ち、我が軍の勝ちとかね、我が軍の負け、負けだからこれから支配されますっていう知らせがもたらされて、すぐに地面の色がパッと変わるわけじゃなくって、その早馬で知らせがついてから、じわ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 っとね、統治者が変わるわけだから、だからもう早馬がついた段階で身の振り方をね、新しい王様に合わせるフィットしてね、自分が生き延びていけるようにね、いい立場になれるようにやっていくわけじゃないですか。そういう感覚で、キリストが十字架にかかって復活して、天に上げられてね。という形でもう、誠の神様の側が勝利を取ってるということを、早馬の知らせによってですね、我々は聞かされてる。例えて言えばね、そういう立場なのである。うん。だから、目に見えるところではね、古い親分。だから、まあそういう言い方をしたら悪の勢力ですよ。で、その霊的っていう言葉もね、なかなかわかりにくい言葉ですけども、その、天地創造の神様が物質的な目に見える世界と、目には見えない霊的な世界、霊的な領域っていうものも作った。それが聖書の中で天というふうに表現されてるわけですね。だから天という領域にいらっしゃる誠の神様、それから天使っていう存在ですね。人間ならざる不思議な存在で知性を持ってるようなね。それから悪い方の霊的存在っていうのもいるわけですよね。うん。で、その、またその、なんていうかな。まあ、この辺語り出したらキリがないのでね。だから悪い方のやつっていうのは、絶えず誠の神にね、人間のことをチクってね、あいつはこんな悪いやつだ、あんな悪いやつだ、こういうふうに天罰を当てないといけない、こういうふうにしないといけない。で、神様の方は、その、それの言うがままにやるとか、また神様自身が天罰を当てるわけでもなくって、父なる神はそれを許可するだけの立場ですよね。だから父なる神が許可したことしか起きないし、またそれはもう良いことになるということしか父なる神はお許しにならない。という信仰を持ってる人は、そう信仰を持って神様を感謝します。っていう人にはなぜだかね、その信仰のようになってくるって、これは不思議なね、自然科学におけるなんか素粒子論の何かみたいなことを思い出すようなね、私はいつもなんかそういうことを感じてしまうんですけど、これはね、クリスチャン新聞タイムスリップだからね、大いにタイムスリップのまたタイムスリップのまたタイムスリップのまたタイムスリップっていうような感じでね、大いにずれてしまいましたけど、だからその今ライトさんなんかが言って出るような福音とは何かの捉え直し、それからそれにまつわって再臨とかね、終末っていうことの捉え直し、だからライトももちろん終末っていうことはあるって言ってるわけだけど、あの再臨もね、その軽挙っていうことは大いにライトは見解が違う。だけど日本の福音派っていうのはクリスチャン新聞がこの軽挙っていうことがあったら、あなたはとかね、そういうことがあると信じますかってアンケートで真面目に聞くぐらいのね、そういう状況で1982年があったわけですよね。で、ライトさんが入ってきて、いや実はそうじゃなかったんだ、でも本当のことを知ってるのは神様ですよね。我々は聖書を読んで釈義するだけでね、釈義っていうのは幅があるわけですから、一番こっちはこういうふうに、一番こっちはこういうふうに、あの釈義しうるということですね。千年期問題にしてもそれはないんだ。ね。千年期の後に、再臨があるんだ。いや、前にあるんだ。だから、幅があっ
て絶対これが正しいと言えないものがね、聖書信仰と言ってもある、うん、そういう中で非常に今ライトさんの言ってることは正しいんですよって言ってることに、まあ、私はちょっとライトが強く出てきた時からね、もう非常にこう距離を置いて見てるわけですね。なんか節操がないっていうかね、もっと静かに見てるべきじゃないかっていうかね、またその60、70、80年代から信仰を持ってる人が大事にしてきた感覚、本当に景況あるかもしれないしね、人間がパーッとその時キリストを信じて地上に生きてる人が自分たちも天に引き上げられるね、わかりませんよ、あるかもしれないね。私の中では50対50、60対40ぐらいであるっていう感じかな。うん、そういう感覚が強い時の質問で、日本が第三次世界大戦のような戦争に巻き込まれたら平和のために祈るが 50から60% ね、反戦を訴えるが 25%、 やっぱり日本のクリスチャンっていうのはね、平和勢力ですよね。だからクリスチャンシズムの意図としては、その再臨とかの問題と引っ掛けて第三次世界大戦って聞いたんでしょうけど、そこまでちょっとアンケート受けた人の方が読めなかったんじゃないかなっていう気がするんだよね。ちょっとクリスチャン新聞のこのアンケート作った人の意識がね、先走りすぎてるというかね。だけど、まあ見事にっていうのは良くないけど、2020年に及んでトランプさんが出てきてね、まさにその再臨とかっていうことと、よもや第三次世界大戦っていうことが非常にこのリンクして捉えられるっていう状況を我々はこうリアルに見ることになった。うん。で、その再臨とかそういう問題を含めてですね、福音派。で、その日本の場合は特にアメリカの福音派の影響を強く受けてる。アメリカがくしゃみをすると日本が風邪ひくみたいなね、一般的にもあるけど、日本アメリカの福音派がクションって言ったら日本の福音派が風邪ひくみたいなね。だから実はトランプがね、聖書に書いてあるこれに当たるとかね、あるいはそれに付随して起こってくることがこうで、いよいよトランプがやることをめぐってね、再臨の最終局面に入っていくんだということをかなり真面目にね、非常に名のある牧師さんも含めて言って、結局そうならへんかったやんかってこうツッコミもありながら、まあ別にそれで糾弾されるわけもなくね、もう時代状況がね、もうポストトゥルスですから、何でもあり時代ですからね。あの人あんなこと言ってたなーぐらいでね、もういろんな人がわー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 言ってですね、もう混沌とした状況の中でトランプっていうのがあったって。今ロシアね、だから見方によってはもうトランプのことで疲れ切ってね、ロシアのウクライナ侵攻のことを週末に引っ掛けて考えることもね、もうあんまりにもトランプの時にリスクが大きいということを学んじゃったから、あんまりそういう言い方をしないみたいなね、そういうシーンじゃないかなという感じがするわけですね。うん。だけどその聖書は初めに神天地を作りたまわりで、で今の世の中っていうことを刷新される、今の世の中が終わりっていうことにする、で新天新地っていうことをね、それは神様を自らの手によってしてくださる。またそのもうそれは放射能の問題とかですね、いろんな薬害の問題とか、もうどうしようもない問題っていうことを誠の様、神様ご自身のご介入によってね、うん、どういう形でか分かんないけど、なんとかしてくれるって、まあ願望に近いようなね。うん。で、欧米社会では、再臨とか、そういうものがね、結構ね、社会の中に浸透してるんですよ。それでね、そう、最後に再臨活字、私の好きなね、新聞とか雑誌とかね。で、それにまつわって、再臨活字、だから英語で言えば、セカンドカミングフォントですよ。そういうのがあるんですよ。それは、セカンドカミングフォント。
再臨があった時にキリスト再臨せりっていうのをまだ地上に残ってる人が新聞にして出す。その時に使うようなフォントっていうのはね、むちゃくちゃ文字の大きいフォント、そういうフォントがあるんだっていうのをね、命の言葉社から出てるね、翻訳されて出た本で私読みましたけど、サイリンフォントってこういうのだ、こういうのね、まあ実際使ってね、プレジデントでと、コナリーショーとね、ケネディが暗殺された時コナリーってのが撃ったんだ、こういう大きい活字ですよ。死は再臨、デッドとかね、なんかすごいね。だからこれが新聞全体の大きさで、この活字の大きさがいかに大きいか。ね。うん。だけど、まあ、再臨フォントだから再臨の時しか使わないっていうわけでもなくって、実際に使うんだ。ね、ケネディの暗殺の時なんかは、セカンドカミングフォントって呼ばれてるものが使われた。あ、これね、ボンがね、もう鳴ってる時間なんですね。危なかったね。なんか長いからってね。31分ですよ。ね。もうそれでこれでもう今日はこれで締めくくらなくてはなりません。また来週もよろしくお願いします。で、お聞きになっているあなたに天地をお作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今日の生放送、これにて失礼します。来週もよろしくお願いします。最後はですね、フォント。サイリンフォント。カッサイさん。本当とか、ああ、いいね。カッサイさんのダジャレが出ましたね。ということで、失礼します。